プリアモスを殺めるネオプトレモス。ルーブル美術館所蔵。ネオプトレモスはギリシア神話の人物である。ホメーロスの女ジ子ジシイーリアスの主人公であるアキレウスとスキューロス等の王、ルュコメデースの娘デイダメアの息子。トロイア戦争においてアキレウスの死後、神託によってギリシア軍に招かれ、半ば戦場のシンボルとして参戦した。ソポクレスの悲劇によれば、 トロイア攻略に必要不可欠なヘイラクレースの号泣を持つピロクテーテースを参戦させるためにオデュッセウスと共に彼を説得した。トロイアが陥落するとプリアモス王を殺害しヘクトールと非アンドロマ系の維持アスチュアナックスを城壁の外に投げ捨てアンドロマ系を戦利品として手に入れた。その後、 ヘルネート・メネラオスの娘ヘルミオネーを妻として迎えたが、ヘルミオネーがアガメムノーンの息子オレステースの幼少時代の恋人だったことから、オレステースの恨みを解決を申し込まれる。決闘の場で、ネオプトレモスはオレステースの歯に倒れ、ヘルミオネーはオレステースに奪われ彼の妻となった。ネオプトレモスはアンドロマケを連れて、エペーロスへと赴き、そこで王となって、 エペーロス王家の快祖となった。オリュンピアスはこの王家出身であり、したがってアレクサンドロス三世はアキレウスの血筋であると言われている。ありがとうございます。